治安協定流場は、長崎県長崎市、油屋町にある、長崎電気機動本線の路面電車停流場。駅番号は34、1号系統、4号系統が停車する。大正時代の、長崎市治安協定流場、治安協定流場は1921年、西浜町、治安協管の第三期線開通と同時に開業した。当時の終点であり、 停留場には2階に食堂を備えたモダンな建物が建っていた。1945年8月9日には原爆投下により長崎で延期の路線は全線不通となる。復旧に際しては長崎駅前西浜町ホタルジャヤ間の再開を急いだため西浜町から東停留場までの区間は後回しになり放置されていた間に軌道上に闇市が建ってしまったため。 再開は1953年まで遅れることとなった。再開に合わせて停留場は移設されている。その後1968年には、東停留場から先に路線が延伸、小学時間までの区間が開通した。市安京停留場は、平用軌道区間にあり、道路上にホームが設けられる。戦前は、隣の観光通停留場から東停留場まで、専用軌道だったが、 戦後の営業再開時に併用起動化された。ホームは2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに配置されている。観光通寄りから見て、右側にあるのが赤挟ま、ホタル茶屋方面行きのホーム、左側にあるのが総福寺方面行きのホーム。ホームへは観光通寄りにある横断歩道を介して出入りする。2000年には上屋が、 テント式から景観に配慮したシェルター式に改められた。戦前、当停留場が終点だった頃は2面のホームが橋で、つながりこの字型となっていて、停留場入口から見て、右側のホームをホタル茶屋方面行き、左側のホームを浦上方面行きに使用していた。ホームの長さはいずれも車両に両分。ホタル茶屋方面ホームの先には操車室があり、 分岐器の操作を行っていた。奏車室は戦後歩道上に設けられ、後に奏車棟も完成したが、1968年の路線延伸に合わせて廃止。代わって、小学寺下に奏車室が新設されている。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。長崎市有数の繁華街であり、長崎市内最大の飲食街である銅座も近い。 死案橋はかつて当地にあった遊郭へかかる橋の名で、橋の上で行くか戻るか思案することからこの名前となった。橋が架かかっていた川は暗挙となり、橋も復元された欄干の一部が残るのみである。な、先天気機動公式ウェブサイト死案橋2020年10月16日閲覧。 こちらが先電気軌道路線図2020年10月16日、閲覧 a b c d マオ2 0 0 9 P57、100年市、P129、ABCDEFGH 電んくり2005、P19、タグリ宮川2000、P96、タグリ2005、P22、100年市、P128、ABC 電んくり2005、P20、タグリ宮川2000、 P92 AB デンクリ2005 P157 100年誌 P126 タクリ2005 P156 AB100 年誌 P130 ABC 川島2013 P49100 年誌 P119 ABC でんぐり宮川2000 P62100 年誌 P125 たぐり宮川2000 P66 長崎県観光連盟公式ウェブサイトつるちゃん2020年10月16日閲覧ありがとうございます